はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルプヌッシュのピヨタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回使っていく武器はこちらで、エクスプロッシャーとなります。まああまり使っている人はいませんが、ちょこちょこ見る、使用頻度は低いが、まあいないわけではないぐらいの武器代表って感じですね。使う人が使うと強い武器。こちらポイントセンサー、雨フラッシュを持った武器です。スロッシャー系の武器ですね、バケツ系で、今回のギアはサブ性能アップ、インク効率メイン、そしてスペゾーを積んでいきましょう。ルールはガチホコいきます。まあこちらのね強さといえばこの圧倒的塗り、はい、各位置は取れないが直撃して55、爆風で巻き込んで35という感じになります。これこうやれば分かりやすいかな。よいしょ、これで55です。で爆風で35です。これがうまく当たると、よいしょ、こんな感じで90が入ります。であとはポイントセンサーをうまく駆使して、スペシャル雨フラッシュをうまくやったりして、敵をねもう意のままに操るのがこちらの武器となります。まあね、操れレバーの話ですけどね。さあ行きましょう。お、今回はさあお相手さんにはもみじシューター、黒ガロンデコノーチラス47からの、スプラーチャージャーですね。これ届くんだよ、届くんだぜ、届くんだな、届くけどダメだな。さあ取られていく。エクプローダーはゴツよりゴツの方が一発の火力高いんよな。直撃した時は爆風入れたらまあこっちの方が高いですけど、だが勝てるものがただ一つ、それは射程なり。ここら辺とりあえず撃っといて、やっべやべえよ、刺された。オッケー、すい、雨フラッシュ、取っていきましょうか。あんまり取る必要もないけど、この位置からずらしたい。やっぱ優遇されすぎてるわ帝王、ほんと優遇されすぎてる。打ち負けてんじゃん、スプラシューターコラボの方、せっかくかわしたのに。わあわあ、ホゲータの方みたいになったね。さあてどうしましょうかね。スプラチャージャーの方に、ほいほい、わあ一発入ったけどな。近くにいるんだよな大体の敵が。ノーチラスうまいですよね、よく使える。僕からいや使えない、あまりうまく使えない武器代表みたいな、そんな武器ですが、どこだ、やらせね。ナイスデコイチラシ、どんどん散らしてけ。爆発する、いや爆発はしなかった。ほっ、どこ行った、いた、オッケー、よいしょ。なんでみんな放置すんだ。させる、さあせん、さあオッケー。ギリギリカウントはリードされてはいるが、それでも関門ここさせるのはでかい。さあ飛びましょう、やれる。チャージャーが落ちているのは確認済みです。ナイス、加速は積んでないが、ブー、何でやれた、チャージャーか。うーん、だがうまい、うまい、ナイス。30じゃないな、25、差は27、まあまあいいぐらいまで行きましたね。ここら辺オッケー、
え、落ちたわ。あの世にゴーシュートしたけど意味ある今のそれ。よいしょ、ここ来るのは知ってる。危ない。この位置逆に分かんねえだろ。いった、黒おかしいよなこの火力本当に。ちなみに綿抜きって漢字で4月1日と書きます。まあ別にね、普通に綿に貫通の貫でもね綿抜きと読みますが、一応特殊な読み方の綿抜きは4月1日で綿抜きと書きます。詳しくは4月1日のまあ4月2日のね時、去年の4月2日に上げた僕のね実況シリーズありみり雑談を一応チェックだ。綿抜きって書いてるぜお題にしたんだね実は。イエーイ、いい防衛性能してますな。座れた。オッケー、イエーイ。油断してはいけない。人速が低下しようが加速がうんぬんだろうが、とはいえこれうまいな。このスプラチャージャーの方うまいぜ。ちゃんと適切に立ち回ってくるが、ここ防げば勝ち。つまり打ち抜かれない角度からポーイってするのが一番いいんだぜ。よいしょ、ナイス勝利。いやー勝てますね。エクプロとかはまあほんとね、有利な敵にはとことん有利で、リッター馬リッターとかにはねとことん手が出ないんだよね。アメフラシは有効弾もないし、そう一撃で決められるっていうことがないから、長射程を生かせないところに来るときついって感じですね。まあ活躍はできた方かな、してなくはないはず。さあ OK ですね。おお、まあまあまあデスしすぎかまあ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 、お相手の方がキル多いのに残念だったな。お相手がそうですね29キル、こちら側が40、違うな、向こう39、こちら40だからこっちの方がキル多いのか。はあはあはあ、そう考えたらそうか、1人が無双は してる状態ではないが、総合でもこちら側のチームの方が押してた方なのかな。まあでもとはいえほぼ均衡ですよね。お、またお相手ノーチラスいる。さあお相手さんはスプラッシューターコラボかける2、ノーチラス47のシャープマーカーネオシャープ K。 うまい、取るなら取れよ、バレるぜ1。うえい、ナイス。今回は捨て像1積みなんでね、そこをなんとかやっていきたい。今明らかにおかしな発動法したけど、うまい。関門にはさせてないね、関門に刺すどころじゃないねこれ。危な、普通にやられるかと思った。こういう高台取れるのめちゃくちゃ強いんだよエクプロっていうのはね。お、デコイそっちに散らすの。まあこれに関しては取られるのはしゃあないとしましょう。こっちいるよ多分そこらへん。ほい、よし、位置分かるのはでかい。オッケー、位置バレはめんどくせえだろ。いるかな。はーい、はーい、いいね。僕がもうジャンプビーコンみたいになってますけど、ほっ、こっち、やばい、そい、いいよ。こういう謎プレイに関しては私得意だぜ。ふっ、ダメか。わー、リードされ、こんな部分でリードされんのリードされたっていう表記出てからリード、そんな真ん中でって今なった。そんな位置で落ちてたの逆に。おー、ナイスボーイ。だ
てる。これはまずいんじゃないかな。奥にいるやつらを狙い、奥にいるやつらを狙い、くっ、取られた、取られたじゃない、命を取られた。さあどうする、ポコ取ってくれ、ポコ取ってくれ、それ多分防ぐ。おお、ナイス、よく防ぎましたね今のあの状態で。どこから来てる、あの位置からボム負けるのってここら辺だろ。アメプラス、おっ、そう、そうか、シャプマのネオも含めて3人いるのか、これうまい、シャプマネオ含めて3人はきついな。おーっと落とされていく、68関門突破できてないし、68に負ける可能性あるのかこれ、嫌だなそれは。ほっ、向こうは向こうでもう防衛態勢入ってないか、来た、うまい、へえ、これどうすんだよ、行ってこい、ついでにもう一発、アメフラッシュがめんどくさいとはあるが、味方が結構片っ端から落とされてくんだよね、取らせはしない、まっ、そもそもの問題でお前ここ来る気だろ、うえバレた、加速とか積んでないからこういうのきついのよ。ゲイ、あーくそ、囲まれるとやはりきついな。近距離はねエクプロできないことはないけどね、いや遠距離と比べるとかなりきつい。35ですから確定3発なんですけどね。関門刺される可能性ワンチャンあるぞ。やばいなこれ、割ってくれなきゃこっちのチームの負けになってしまう。割って取らないとうちのチームが負けになる。負けです。わー、これはきついっすね。自分のチームが最後持って落ちてるのでね。さあ今のところ2戦やって1勝1敗かな。うーん、厳しいですね、厳しいっすね。バトルは1位、デス数もまあ少ないが、エクプロだからそれはしょうがないっていうか普通ですね。デス数が多かった、さっきがおかしい。おー、向こう、うわー、なるほど、スプラシューターコラボの一人が2デスだ。盤面ずっと支えてた方がいますね。塗ってトリプルトルネード投げて、実際その戦法もきついもんな。これやられるとあまり動けないんですよね。マルミサーとかもそうですけど、こちら側のがね移動しないと確実に何か起こる、デスしなきゃ、デスするっていうね、そういうものだとね本当にきつい。だって対応動かないでおくとやられるし、かといって動いたら動いたですごいその行動がしづらい、目的から遠ざかったりねするんで、そこが難しいんですよね。さあ行きましょう。お相手はスプラシューター ×2、 デュアルスイーパー ×1、 必戦が1となります。まあいいんじゃないですかね。スプラシューターが 2いるってことはウルショが2回飛んでくるということに他ならないんですが、あっとバレた、来てんのは分かったんだけどな。
こちら側はロングブラスターもみじシューターローラーコラボ、プラローラーコラボ、通称ローラーコラー。さあどうなってるかな、あれ。おっと、必戦当ててきますか。お前だけは落とす。イエーイ。こういうのが遠距離から狙撃できる強みだぜ。ほっ、舐めてもらっちゃ困るぜ。この位置マジで強いからな。さあどう来る、敵が取るかな、やっぱ取るよね。ナイス防衛。ここの側面塗っといて、いつでも行動できるようにしておきいの。投げとこう。多分敵来てる。よいしょ。ですよね。ここ隠れて。くぅー、うまく入んないですか。ここ座れんのかーい。うわ、刺される。うまい、ナイス。うまいよ。エクプロはね、重たいですがね、敵の動きを予測して撃とうとするっていう行為だけは、こういう風にやりゃなんとかなる。当たってないけどね。一切合切どうにやっても。さあ関門に刺せるか。塗りは私が広げる。なんならここのやつらもちょっとどかす。来るよ人。ダメージは入ってるし、なんならそこ邪魔。上、くぅ、オッケー。どかないね。ふっ、オッケー。うるしょ。ここ、とりあえずあっち側に押し込み続けろ。うまい、いけ。くー、あと1なんだ。これやだな。うまい、ここナイス。じゃあこれでかいぞ、ここ。マジかよ、やばいなあれ。帝王以下こっちが割ったぞ今。マジであれ打ち勝てるってもう怖い、怖すぎ。帝王やばくね、マジで。もうバグレベルの強さしてるな。完全無敵っていうのがやばいのに。さあとりあえず、お、敵が釣られてくれるの待ちですね。うまいよ、ナイス。こっち側、うるしょ、オッケー、一発入った。逃げた先に、オッケー、うまい。さあ奪われていく、オッケー。残り19、ナイス。オッケー。でここは、ここ、ナイス。うまい、よく今ダッシュして逃げてくれた。いやー、うまいですね。さあさあさあ、お互いあんま攻められてないから復活してないんですね、うちのチームは。塗りが
リスポ地点の塗りが綺麗ですね。綺麗っていうかあんまなされてないですね。お、いやー勝ちました。いいですね。今回はどうでしょう。おー、デス2ってキル10だったら盤面を支えたと言っていいんじゃないか。まあ無駄にね、無駄に遠くからバコバコ撃つだけで邪魔だからねこれそう、デス数が少ないからまあ盤面は支えたと言っていいでしょう。キルはあんましてないけどね。あとホコバリアに対するダメージはそんなに言うほど高くないんだよね。バリアを割るっていうよりもバリアを割りに来た人を倒すっていうのを目的としてるから基本。そう、あんまホコバリアを割るのに参加しようという意思はないのでね。まあ必要となれば参加しますが、それは重要視してない。むしろこのホコバリアの上をヒュッて越えて相手側のホコを割ろうとしてる人に向かって攻撃をするというのを目的にしたいんで、まあいやらしい戦い方ですけどね。さあグラスワンダーちゃん、久しぶりに聞いたな。さあグラスワンダーなのにあれ持ってないんだ、なぎなたみたいなもの持ってないんだね。さあナイス。さあお相手さんはヒッセン、スプラシューターコラボ若葉シューター ×2。 今回怖いのは若葉シューターですね。まあ何がともあれあの2つがマジで嫌だ。バリアなんだよね嫌なのは。そうバリアなの。早っ、うまい。35ダメージはやはりでかいっすね。よっ、中段行きましょう。ほい、今のバリア、バリアっていうか今のボムどっから来た。オッケー、一発入ればこちらの勝ちよ。ナイスナイス、飛べるかな。ついでにポーイ、筋肉がない。まあこれに関してはしゃあないかな。うまい、ふっ、どうだろう、いけるかな。オッケーナイス、うまい。いやーめちゃくちゃうまい試合運びでしたね。てか終始押してましたね。僕のアシストはほぼいらなかったかなこれは。アシストナンバーワン、そうだろうね、アシストしかしてないんだから。さあ途中からこのメンバーで頑張っていきました。ありがとうございます。めちゃくちゃいいですね、野良メンバーでいい人たちと組めた。さあ地味にあそこ必戦を落として僕もやられましたけど、必戦さん落とせたのはでかかったかもしれないですね。あの場面グラスワンダーちゃんかなり暴れ回ってる方ですし裏取りもしてたんで多分ホコじゃ無理だったかなーって気もします。いやでもいいですね、ナイスでした。ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。結果は4戦3勝、めちゃくちゃ善戦したのではないでしょうか。頑張りましたね。ということでここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね、イエーイ。